Hey guys, my name is Wasamon Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクター Wasamonです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、青足第11話、東京都リーグ第1節、盛京高校戦です。試合をね、まあ、組んで、東京都リーグが始まるんだな。で、まず前回のおさらい第10話が、学校。うん、まあ、こういう学校っていうのが分かったね。で、まあ、そこで、みんないるから、まあ、何、クラスメートっていうか、まあ、学業っていうかね、学校生活の面では安心なのかなっていうのは、ありましたね。他が、まあ、花ちゃんとね、なんかデートっぽい、感じだったんだけど、やらかしたよな。まあそういうのもあったりとか、学校の方ではね、あの時は高校こういう考えでこういうふうに動いたんだよっていう説明をするところまでは良かったんだけど、やっぱどうしてもその自分がっていう、葦人自身が得点をするっていう考えのもとでしか動いてないから、それはどうなのっていうところで衝突があってね、あの時のあの大友はめちゃくちゃかっこいいなって思いましたね。で、まあそれから伊達ちゃんが出てきて、あの時言った課題をクリアしろ、お前をスタメンで出してやるから課題をクリアしろ、でもしクリアできなかったらもう向こう3ヶ月はお前はもう試合に出せないっていうふうに言われたんで、ね、だからこの試合が葦人にとっては大事になってくるんでね、まあ、楽しみに第11話見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。大丈夫かな。なんか分かりそうなんだけどね、厳しいんかな。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1スタート。左なんだ。葦人左フォワードやったよね。青足は2クールでいいもんね。2クールよね。まあまあ今の感じで行くんだったら別に継続で問題はないかなっていう感じ。夏アニメからね、シュートが始まったりするけど、シュートは多分見ねえかな。なんか怖いよね。まあでもこれ青足ってあれだもんね、 NHK でやってるんでしょ確か。すげえよな。NHK のアニメも面白いからね。本編開始。東京都リーグ第一節、盛京高校戦。あら、
の言い方はちょっとな。誰？お。受話器。手で隠しような。切れた。B にもいるんだよな。こういうところが A と B の違いなんだな。やっぱお見合いだ。マジか、前半でそんなか。やってやったっつうのかな。
ほら。ほら。ほら。あれ？あれ？そうなんだよな。やっぱなんかあったな。この45分に全てがかかっている。どうなる。まあ、3点入れとるけんな。デレレレン、いいね、学校生活って感じ。 B パート、オッケー。ああ、やばい。煽るね。まあまあまあ。勝ちだけにこだわってるパターンね。多分セレクション受けたいんやね、今の子は。違うかな、わからんけど。
そう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 。おお。次よ、次。大丈夫、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 大丈夫。大丈夫、大丈夫。そんな感じよ。ほら、分かってくれてる。よし。よし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 。そう。そういうことやったか。おお。さあどうする。うわ、すげえ。すげえ、すげえ、すげえ、すげえ。こいつらは気づいたな。まだなんつうの、論理的思考っていうか、そのいろいろ基づいてるわけじゃねえんだ、感覚なんだ。
サッカーをやってるじゃなくてサッカーを学んでるなんだな。おお、すげえ。いける。指示出せるようになってる。すげえすげえ。スラムダンクや。うわー、これ。すげえぞ。すげえぞ。足と気づいてからつなげるまでが爆速すぎん？成長の速さやべえやん。えぐ。あ、でも今はこのライン。縦の3人だけっていうのだけど、まあ途中で橘富樫ごめん。今はアサリと黒田に集中させてくれって言ってたみたいに。まだ今は縦のラインだけだけど、多分こっからどんどん他の人に目を向けるようになってきて、もともとの持ってる足との全体を見るっていうのが加われば相当すげえことになるんじゃねえか。いや、でも気づけたよ。だいぶでかいよこれは。これじゃん。え？イーグル？カラスじゃねえの？なんか今までの感じだとなんかカラスっぽいやつがあるんだけど。イーグル？カラスってイーグルっていうのかな？わかんねえけど。いや、でも、これは気づいたぞ、足と。これはでかいぞ。おい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 、面白いじゃないか。これはいいぞ。面白いぞ。
いい展開になってきた。素晴らしい。いいね。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、青足第11話、東京都リーグ第1節、西京高校戦でした。ありがとうございました。奈良に。